どうも、春季の子育てアドバイザーの道山家です。本日は過保護で育てられた子ども特徴チェックという話をしていきたいと思います。はい、世の中ではね、なんか過保護は良くないみたいな、捉え方をね、結構されている記事とかを見かけるんですが、あそこで言われている過保護っていうのは、まあ、僕の基準で言うと多分過干渉のことなんですね。基本的に過保護っていうのは、これはね、子供をめちゃくちゃ伸ばす子育てになります。なので今日はこの過保護と過干渉の違いを再度お伝えしつつ、じゃあ過保護で育てると子供ってどういういいところ、いい特徴が出てくるのかってところをお話ししていきたいと思います。なので今日お伝えする特徴が、もしお子さんに出ていたら子育てはかなりうまくいっているっていうね、まあ、証拠になりますので、ぜひそういった意味でね、自分の子育てを確かめるという意味でも参考にしてみてください。はい、じゃあまず過保護の子育てって何かっていうと、これ多分ですけど、もともと最初にこれを提唱し始めたのは、児童精神科医である佐々木正美先生かなと思います。っていうのは、子供への眼差しっていう本がですね、もう何十年も前に出てる本なんですけど、未だにね、本屋さんとかに行くとね、並んでいます、絵本コーナーにね。まあそこの時からもう過保護の子育ては大事だよってことを佐々木先生は言われています。僕も実際にね、直接お会いしてお話を聞いたことがある、まあ、今はもう亡くなられてしまったんですけど、本当に、この日本のね、子育て業界のもう第一人者ではないですけど、そういった先生になります。でこの先生はね、過保護のすすめっていう本すら、出しているぐらい過保護を推奨しています。で、佐々木先生の定義で言うと、過保護って何かっていうと、子供が望んでいることを子供が望んでいる通りにやってあげすぎること、これを過保護というふうに佐々木先生は呼んでいます。で、僕が考える過保護も、まさにこれ同じですね。子供が望んでいること、例えば、子供がイオンに行きたいと言ったとします。その時に、その通りやってあげるってことは、イオンに連れてってあげるってことですよね。これをやってあげすぎること、要するにイオンに行きたいと言ったら連れていく、イオンに行きたいと言ったら連れていく、100回行ったら、100回連れていく、で、やってあげすぎるなので、100回言われたとしても101回やるみたいな、それが過保護の子育てになるんですけど、現実的に101回やるのは無理ですよね。100回しか望んでないので。だからこれは現実的には無理な子育てなんですけど、言ってしまえば理想的な子育てになります。だから、現実的には無理なんだけど、100回お願いされたら101回じゃなくて、例えば100回連れていくことを目指そうっていうのが、佐々木先生が提案する過保護の子育てなんですね。でこれをすると、子供っていうのは、お父さんお母さんはね、僕の頼みを聞いてくれるっていうふうに思うわけなので、子供は親の愛情を感じるわけですよ。だから子育てはうまくいきます。で、これとは真逆、例えば子供が望んでもいないのに先回りして何かをする子育て、例えば子供はね、頼んでもいないのに勝手に服を買ってきて、これ着た方がいいよとか、きっとこれ買ったらうちの子喜ぶんじゃないかなと思ってね、服を買ったりとか、子供が頼んでもいないのに参考書を買ってきてね、これ使った方がいいよっていう、なんかこれ子供が望んでいるなら過保護の子育てなんですよ。例えば子供がね、参考書を買ってきてほしいと言って買ってくる、これは過保護の子育てなんですけど、望んでいないのにやってしまうっていうのは過保護ではないんです。これは過干渉になります。過干渉、つまりポイントは何かっていうと、たった一つで、子供が望んでいるかどうかってことなんですね。で、つまり、望んでいることをやれば子育てはうまくいくよと、望んでいないことをやりすぎるとうまくいかないよってことなんです。もちろんこれ後からお話ししますがね、望んでいないことを全部や一回もやったらダメっていうわけではないんですよ。最低限のことはやらないといけないんですけど、やりすぎると過干渉になってしまうってことですね。じゃあ実際過保護の子育てをすると子供はどうなるかってところをお話ししていきます。子供はですね、先ほども言ったように自分の頼みを聞いてくれるっていうふうに思うわけなので、やっぱそんな親のことが好きになりますよね。ってことは、親のことを好きになれば親のことを信じられるようにもなりますし、親子関係も良くなっていくっていうわけです。だから親子関係がすごくいい方はね、大抵この過保護の子育てを、できる限り実践してるっていうことですね。ここを見れば一目瞭然で分かります。で、あと2つ目のチェックポイントとしては、やっぱそういった子はね、親のことを信じられますよね。親のことを信じられると初めて親以外の人も信じられるようになります。なので、他の友達とか先生のこととかを信じられていたとしたら、その子は高確率でお父さんお母さんのことも信じられている、つまり子育てはうまくいっているってことがやっぱ分かります。で、次3つ目、挑戦できる。これどういうことかというと、過保護の子育てをすると、親を信じられるわけなので、子供は何かあっても親が守ってくれるって思いますよね。
まあ、失敗してもきっとお父さんお母さんは自分のことを頑張ったと褒めてくれるだろうなって思えるわけなので、子供は何でも挑戦できるようになるんですよ。だから果敢なことにね、挑戦しようと思っていたら、その子は過保護の子育てをしてくれもらっている可能性が高いってことです。もちろん危険なこととかはまたねやらない方がいいので、ちょっとそこはまた別なんですけど、うん、まあ例えば今英検2級を取ったから次は英検準1級取ってやるぞみたいな感じで挑戦をできる、失敗を恐れず挑戦をできていたら可能性は高いってことですね。次4つ目、人に優しくなれる。これはどういうことかっていうと、自分が日頃からお父さんお母さんに頼みを聞いてくれていると、で自分はお父さんお母さんから愛情をもらっていると思うと、子供は心の中に、まあ、愛情、親の愛情が溜まってますよね。そうすると心が満たされている状態なので、これで初めて人に優しくなれるんですよ。一方、自分は親から愛されていない、何も言うこと聞いてくれないとなると、子供は心が満たされていない状態ですよね。この状態では人にも優しくなれないですよね。だから誰かに、他人に対して優しくできていたら、これは過保護の子育てできているなっていうふうに、まあ判断できます。あと最後、心の器が大きい。これは心が満たされていたらですよ、多少ね嫌なことがあろうが、まあそんなにねちょっとしたことでイライラしたりしなくなるんですよ。で、まあ、常に心が満たされていないと、何かちょっとでも嫌なことがあったらすぐに切れたりとかってことが起こるんですよね。だから心の器の大きさでも、まあ、過保護の子育てができているかっていうのは判断できます。もちろん、全部が全部ね、当てはまるってわけじゃなくてね、まあ、この今言った5つの中の、まあ、いくつか当てはまるようであれば、あ、子育てうまくいっているなっていうような判断をできるかなと思います。じゃあ実際にね、どういうことを意識していけばこの過保護の子育てができるかっていう話ですけど、まあ、2つ意識していただくといいと思います。まず1つ目、子供の気持ちを理解するっていうことですね。まあ先ほど言ったように、結局過保護と過干渉の違いは何かっていうと、子供が望むかどうかってとこなんですよ。で、子供が望んでいることがじゃあ何かわからなければ過保護の子育てってできないですよね。ってことは、常に子供の気持ちを理解する努力をしていかないといけないってことです。例えば、会話とかをしていたら、今この子は何をしたいのかな、何を望んでいるかってことはある程度わかると思いますし、あとは子供のね、興味関心にこっちも興味を持ってあげれば、まあ、なんとなく子供のね、世界観とかがわかるようになりますよね。そうすると、まあ子供が求めていることが何かっていうのがわかるようになってきます。で、あともう一個。聞いていい要求をできるだけ聞いてあげてください。例えばこういうことが分かってくると、まあ子供はね、まあどんなこと頼みたいかなっていうのがある程度分かると思うんですけど、この時に、まあ例えばじゃあさっきの例で言うとね、お母さんちょっと今週末イオン連れてってくれないと言ったとします。っていうのは、子供は服を買うのが好きでね、別に買わなくても、もう見るだけでも楽しいっていうね、子だとしたら、そういったショッピングモールに行ったら楽しいですよね。だからまあ今週末イオン連れてってくれないと子供が言ってきたとしたら、まあこれは別に自然な要求ですよね。だからそれだったら全然聞いてあげていいってことです。これが過保護の子育てです。一方、じゃあ、聞いていい要求って書いてあるんですけど、じゃあいけない要求って何かっていうと、例えば、お母さんに対してね、もう今すぐイオン連れてけって言ったとします。これは親に対する暴言ですよね。暴言、で本来この暴言を聞いてしまうと、子供はどん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 暴言を吐くようになります。なぜなら暴言を言えば子供は親は要求を聞いてくれるって思うからですね。で、暴言を吐く子がが将来幸せになれるかっていうと、それはなれないですよね。やっぱ人からも嫌われやすいですし、だからそういう要求は基本は聞いてはいけないってことです。どうやって言うかっていうと、イオンは連れてってあげたいけど、そういう言い方をするとお母さんは連れていけないよっていうふうに対応してあげないといけないってことですね。じゃあ逆に言い方はいいと、言い方はいいんだけど、お母さんタバコ買ってきてくれないって言ったとします。これはいいかっていうと、まあ、これも聞いてはいけない要求になります。なぜかというと、伝え方は間違ってはないんですけど、タバコ、これ未成年でタバコは禁止されてますよね。それを聞いてしまったら子供は善悪がつけられない子になってしまうんですよ。だからそれを聞いてはいけないっていうことなんです。こういったことを意識していくと、お父さんお母さんの愛情がしっかり子供に届くので、先ほど言った5つの特徴が、まあ、できるようになっていき、なおかつダメなことはダメなことでちゃんと理解できるようになるので、まあ、善悪がつけられる子にもなっていくっていうね、本当に一番理想的な状態になるかなと思います。はい、もうちょっと細かい説明はね、思春期の子育て無料講座という中で、僕の中でね、詳しくお話ししておりますので、まだ読まれてなかったらね、この動画の右上もしくは概要欄から一度チェックしていただければと思います。